こんばんは、林です。えっ、ー、と、以前にですね、ICC プロファイルをキャプチャー1で使う方法ということで、えー、こちらのライブラリからカラーシンクの方に入って、えー、そこにプロファイルを入れるとキャプチャー1の方で表示されるよというお話をしたんですけれども、ちょっとですね、キャプチャー1を僕、新しいパソコンに 変えて改めて Capture One をインストールしたら、その方法で ICC プロファイルが表示されなくなっちゃったんですよね。で、そこでいろいろ調べたところ、ちょっと別の場所に ICC プロファイルを入れることで、Capture One 上で ICC プロファイルを使うことができるということが分かりましたので、ちょっとコンテンツにしたいと思っております。でそもそも ICC プロファイルというのは、画面に表示される色をですね、こう変換するプロファイルのことで、それをですね、 ラット的に使うことによってダヴィンチリゾルブとかで作った色を Capture One で使うみたいなことができるようになります。で、1個ですね、ICC プロファイル以前作ったものがあるので、これを Capture One に入れてみたいと思いますえ。移動からですね、アプリケーションに行きます。で、アプリケーション上に Capture One あると思うので、右クリックして、パッケージの内容表示をクリックします。で、コンテンツに入って、 そこからフフレーームワークスというフォルダに入りますでたくさんちょっとフォルダがあるんですけれどもイメージプロセッシングドットフレームワークというフォルダに入って、えー、さらにこのバージョンズから A を選んで、えー、さらにリソーシーズから、えー、プロファイルズを選び えー、そしてインプットに入ります、えー、めちゃくちゃ長かったんですけれども、えー、ここにですねプロファイルを入れるとキャプチャーワンに表示することができるんですが、えー、これただ入れただけだとですね表示されなくって、えー、これキャプチャーワン上でですねこのプロファイルっていうのがこのもともとあるこの 何て言うんですかね、機種名とか会社名が表示されたフォルダ、その中に入っちゃってるんですよね。えー、なので、なんかそれと関連づけないと、プロファイルがうまく表示されないという、えー、現象が、えー、起きてしまうので、えー、無理やり関連づけます。えー、僕はですね、まあど、どれと関連づけてもいいんですけれども、えー、僕はですね、この一番下にある THICE の THICEZX1 というカメラのプロファイル、 だとといいうことにしてて関連付けていますえ作った ICC プロファイルの頭にですねサ i c e z x 1、まあ、その後に好きな名前 .ICC という名前に、えー、することによって、えー、キャプチャ t u ちょ1と再起動しますね1回キャプチャー e 1を再起動するとスタイルからプロファイルに入って でサイズの ZX1 に入ると、先ほど入れたプロファイルが、えー、このように使うことができるようになるので、こんな感じで簡単にですね、えー、自分でダビンチとかで作った色をキャプチャー1で使える状態になるという感じになります。えー、この ICC プロファイルちょっと色々癖があって えー、なかなか作ってもうまくいかなかったりすることも多いんですけれどもハマ、まあ、った時はかなりこうキャプチャーワンだけだといきづらい方向性の色、えー、特になんかこうムービーっぽいというかダヴィンチ・リゾルブで作りやすい方向性の色をそのまま使うことができるので、まあ、かなり可能性があるんじゃないかなというふうに思って でまあ、色々作ったり、えー、とかかかああととと概要欄にあるノートとかで、えー、配布ししたりとかしているっていう感じになりますということでちょっとコアなお話でしたが、えー、ICC プロファイルを Capture One に入れる方法で前紹介した方法がなぜか使えなくなってしまったので別の抜け道をお伝えさせていただきましたということで今回も最後にお聴きいただきありがとうございましたまた別の動画でお会いしましょう